おはようございます、すぐです。あ、まった違う、ちょっと待って ちょっと待って、今回ですね、やばい、ちょっと待って、あのね、今ね、あんま大きい声出せないの、俺本当に今、あんま大きい声出せないんだけど、左下やばいわ、これねえ、これ左下やばい、これちょっとやばいかもしんない。あのね、俺ね、ずっと迷ってたの、ずっと真夜中でいいのに、ずっと迷ってたんですよ。何を迷ってたかっていうと、あの天井まで引く予定かっていうところなんだけど、これ引かしてください、お願いします。はい、なんとですね、今回エナナンがですね、新キャラとして、新キャラじゃないな新しいあれです、あれ、皆さん察してください、あれです、登場したんです。とりあえず見ていきましょうか、行きましょうか。いや、これね、ちょっとね、あんま大きい声出せないから、あ、違う、行くよ。エナナン、ちょっと待って、これやばい、ドストライクエラーなんかもしんない、今回特にやばい。あっえ、ちょっと待って、これやばない、これねえ、あー、かなでちゃんも可愛いけど、ねえ、もう意味わかんない感情が、待って、これなんか視界が白くなったんだけど、俺なんか血液が多分上昇しすぎて目の前が白くなってます、今マジで。はい、ということで引いていきましょうか。いや、待って、やばい、これは見逃したくない、これは絶対見逃したくない。衣装もなかなかいいね、なんか新しい感じでね、いいですね。今回はじゃあ行きましょう。はい、ワンタンキョッ、ワンパン目待って、嘘、またルソが出そうになった。前回のルソがまた出そうになったけど、待って、え、違うよね。いや、俺ね、ガチで当てに行きたいの、エナナを。だから、毎回俺ね、エナナ当てるときって静かに引いてんのよ。だから、ここ静かに行きます。あのね、俺ガチで当てたいから、行くよ。さすがに出ないと思うんだよ。前回がもう意味わからなすぎて、みんなもよくわからなかったでしょ。まあ、コメントする気も失せたでしょ。一発目、さすがにね、さすがにないよ。ああ実質エナなんだ、実質エナなんだよな、これね、実質エナなんだよね。ああ、いや、違う、出せないの。出したら近所迷惑になるの、今の時間帯ダメなの俺を発狂させないで、もう本当にやめてね、スキップしますよ。あーでも衣装だ、よかった、ドリーミングフェアリーオリジナル、ベルタースオリジナルみたいに言わないで。まあさすがにね、まあ一発目は来ないよ。てか一発目っていうかね、多分ね、俺天井まで行っても多分交換してさせてくれないと思うポイント200貯まると思うんだけど、俺多分ね、前回引きやばすぎて、天井まで行ってもポイントゼロになると思うんで、それぐらいやばい引きしてます。行きましょうか。まあさすがにないよ、さすが、まあ、そんなもんでしょ、まあ、そんなもんよ、マジで。うん。そんなもん、ミクちゃんもね、昨日疲れたと思う。昨日だっけ、もういつか覚えてないわ。前回引いたガチャのね、あれを、思い出してないから、覚えてないから、あー、ほなみちゃん、ありがとう。なんか雪だ、今の季節にぴったりだね。噛みすぎじゃない俺。いや、まあ、さすがに来ないよね。いや、さすがに。でもね、今回絶対引いときたい。ね、イラスト見て、今回ね、常設なんだけど、飛行がね、天井まで飛行が決めてなかった、決め。行きましょう。あ！え？ちょっと待って。これ出すぎだよね。俺ね、感覚がちょっと麻痺ってんのよ。麻痺ってんの。わかるでしょ？これ普通じゃないのよ、多分。これね、出すぎ。星4だっけ？星4か5かもわからなくなってきた。いきますよ、出すぎです、いきます、出来すぎくんからのジャイアンのニューヨークシーン出ないのね、いずれさ、ドラえもんでさ、ジャイアンのニューヨークシーン出ないかな。いくよ、これどっちだっけ、左だよね、先左だったと思う。いくよ、はい、今頃びっくりした、星さんだ、待って、みんな聞いてほしい、はあって感じだ。前回もしずくんが出たよ。まあ、いいんじゃな
ないかな。うん、まあ星4出てるだけありがたいね。しかもニューイヤーチュ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 ー、あートゥルースフラワーオリジナル、またオリジナル、ベルタースオリジナル2だねこれは。いやーまさかのね、真冬ちゃんがさ、あれなのよ、あれなの、声がね、もうなんか震えてるもん俺。あのエナナのイラストがやばすぎて俺震えてるもん今。いくよ、はい。まあさすがに、まあそうだよね、まあ、前回がねエグすぎてね、そりゃね天井行くよこれは。うん、天井行くよ。ガンガン行こうかな。もうガンガン行こうぜって感じでやっていきましょうかね。うん、なんかもう保証分しかない。はい、ありがとうございます。エナナンですよね、エナナンですよね。エナナンは嬉しいです。星2でも。何このキャラ、せーの、はい、ゆっくり取り目出します。いや渋いよね。いやそりゃ渋いのよ。俺がおかしかったのよね、やっぱり。やっぱりおかしかったのよ。うん、対象外が普通なんよ、普通にね。普通に考えて、普通普通うるさいな本当に。うるさかったらやっぱ出ないのかもしんないね。あーそうだよね。うん、はるかちゃんも言ってるわ、うるさいから出ないよあなたの元にはみたいな感じで言ってるわ。あーんって何、あーんって、え、あーんって言わなかった今。カイト君今、え、カイト君今さ、あーんって言わなかった、大丈夫、え、このゲーム大丈夫、不安になってきたんだけど。まあひとまずやっていきましょうか。まあガンガン行こうか。まあガンガンね、まだ50連だから。今さ、今さ俺が今まで生きてきた中で一番息を吸いました今。今一番勢いよく息を吸いました。多分ねマイクには入ってないと思うけど、いくよ、はい。まあ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 、ここはゆっくり行きましょう。俺のね、落ち着いた、落ち着いたボイスでね、皆さんと一緒に、エナナをお届けしたいんですけど、後ろの方にあるね、何番手だ、ある ?1、2、3、4、5、6手目ぐらいかな。ありがとう、真冬ちゃんね。これ、ロウワーの時の衣装のやつだからね。これさ、星2でも衣装くれたらいいのにね、マジで思うけど、欲しくならない？俺だけ？マジで星2の衣装でもいいからさ、星は、エナナー言葉にしてほしくて、シノの名な、これを星3星4の中に入れ込んでください。エナナを、エナナのデータを、まだだね、次ぐらいかな、次の次ぐらい、お願い、本当になんかお願い、早く曲を作らなくちゃ。あ、あ、違う、あー、マジか、あ、違う、星3だこれ。ちょっと待って、まだいけるよ、せー、コアネちゃんか、うん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 、可愛いけど俺はエナナンなんですよね。うわ、すり抜きやばいな今回、すり抜け率が半端ないな。スキップします。いやーマジかー、これすり抜け率半端ないですね今回。前回がねやっぱりね、いや出てる方だよ。でもこれ星4の数で言うとね、ちょっと待って、喉痛くなってきた。いや待って、本当にやばいよこのエナ。絶対欲しいわ今。一瞬さ、天井まで行こうか諦めようかなとかもね、ちょっとね思ってたのよ、常設だから。でもねこのねエナナンの表情を見て、引くことを決めました。いや今エナナンじゃなくてかなでちゃんだけどね。いけます、3、2、1、はいはい。いやまあ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 またママが出てきた。スキップじゃない。ここはさすがに見るよ、ここはさすがに見て。いやもうもっとガンガン引いてった方がいいのかな、どう思うこれね、ミクちゃんどう思う。いや最低保証分しかくれないじゃんミクちゃんも。3、2、1、はい、いくよ、せーの、そうだよね、まあ来ないのよね。あえてここスキップします、あえて、はい、やるんじゃなかった。えーななん、えーななんの雪見大福、えーなな、んえーななんの、え、待って、いや今試したの、えななんの雪見大福歌ってたらえななん出るんじゃないかと思ったら、もしかしてえななんかもしれない。これちょっと待ってよ、いくよ、はい、いや信じてる俺は、これをえななんと信じて、全部虹色でいいよ、全部虹色、はい、あー奥の方だね、奥の方からのえななん来たー、いくよ、はい、3、あ、待って、今いい流れ、3人だけの夜、3人だけの、130人だけの夜、いくよ、あー、25メンバーに東也くんが投入された感じだね。エラナンと水木ちゃん、次3人目の、4人目のメンバーは、あー、もう1人の水木ちゃんか、だから25メンバーで言うと、今、エラナン1人と水木ちゃん2人と、東也くんが2人目になった。
出た順にね、あれ組むのもおかしいよね。あのメンバー組むのも。もうね、声がやばいっていうか、もう滑舌がさ、来る？いや、もうそろそろ来るかな。ちょっと待って、本当に頭がやばいの、今。痛いの。いくよ。はい。来る？あ、待てか、コハネちゃんね。今の季節に合ってないな。この服装。はい。来る？あ、違う、違う、違う。いや、違うんだけど、いや、でもそれ、そろそろすり抜け終わるんじゃないかなって思ってます、俺。え？喜んでくれる。あちー、今回なんだね、これ多分。パン屋さんのかなでちゃんだから、この町一番の専門店。あ、そうだ。あー、まあ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 、いいでしょう。かなでちゃんも欲しかったから、いや、嬉しいな。嬉しいな。いや、この手前の人誰？いや、待って、いい流れ来てんな、これ。え、でさ、これガチャボーナスのさ、もうちょっとでたまんのよ、ガチャボーナスが。だからこれワンチャン来るかもしんない。いくよ。ここら辺で確定になんないかな。はい。確定？あ、確定じゃないこれ。これワンチャン確定部ない。いくよ。はい。いや、これマジで来る。だって今、ピックアップ引いてます。だからここの流れでエナナンと真冬ちゃんを両方引くって感じに行こうかな。一発で！いくよ。エナナンのボイス！コハネちゃんパラダイスしてるな、今回。え、これが確定分なのかな？ちょっとスキップしていい？え、スキップして、え、トゥインクルパレードオリジナル。またベルタースオリジナル来た。三つ目の。え、これ、次でか、え、これ、ちょっと待って。俺、ガチャボーナスのシステムわかんない。だから、ガチャボーナスのシステムわかんないから、これで来んのかな？それともさっきのやつかな？ちょっと引いていい？これで来たら、あ、違うかもしれない。やばい。やばい。やばいぞ、これ。ちょっと待って。これ、これやばいかもしんない。これやばいかもしんないぞ。ちょっと待って、これね。これすり抜け率が半端ないの。ミクちゃん、助けて。いや、全然助けてくれない。え、待って、この流れでさ、エナナ来んじゃない？これ3人来てるよ。いくよ。はい。これ、エナナ来んじゃない？マジで。え？あ。急に我に帰るやつね。急に我に帰るやつだわ。もうスキップだわ、これは。ほんとスキップランランでいきまーす。あー、キラキラ光ってんな。えーななん、えーななんの雪見大福。えーななん、えー、やばい。え、ほんとにやばいかもしんない、これ。え？これマジで天井だな。まあいいんだけどさ、前回がさ、引きよすぎてさ、スキップするよ。いいんだけどさ、いいんだけど、もうえななんの星にすら来なくなったから、もう嫌われたかもしんない。3、2、1、はい！お願い！ほんとにお願い！やーん！いやーん！静かちゃんみたいになったから。やめて、静かちゃんみたいになったから。静かちゃん、静かちゃんじゃない。あ、静かちゃん、静かちゃん、静かちゃん、俺の目の前にいるの静かちゃんじゃないよね。ミクちゃんだよね。合ってるよね。何を言ってんの俺は。あ、すみません。140連来たんすけど。なんか適当にガチャ回してたら100じゃねえ。5万8000になっちゃったんだけど。まあいや、もうエナなんだからね、結局ね、引いた方がいいんですよ。しかもさ、ドストライクのエナなんだったらね、なおさら引くべきだと思うのよ。スキップしまーす。あっ、ちょっと落ち着きました。俺ね、あの前に聞いた情報で、あの単発でさ、引いたらちょっと出やすいですよみたいな聞いたから、ちょっとやってみようかな。ちょっとやってみます。ちょっとやってみますね。ワンチャン出る可能性あるよね。本当に出る？え、これ嘘つかれてないよね。本当に。ね、これ俺信じてるよ。あの、前コメントくれた人信じてるから、こっから虹になるって信じてるから。俺見たことないよ。演出、こっから虹になるの見たことないけど、ここでエナナンが出たら許す。もうね、俺はね、おとなしくね、あの、10連引いた方がいいわ。うん。おとなしく10連引いた方がいい。本当に。あっ！くっ！そろそろ、お願い、エナナン、お願い、ここで来て。せーの、はい、はい、はい、お願いします。エナナンが来る？来る、お願い。あの、22つぐらい欲しい。22つぐらい欲しい。両方エナナンでいいから。最後の方ね。え、だから、10連だから9人目かな。9人目の戦士。9人目の戦士いきますよ。そこまで飛ばしますよ。レン君ね。はい、3人目、4人目、5人目、6人目、7人目。エナナンか！手前でエナナン？手間なん来た。はい。あ、違う、まだ、ちょっと待って、りんちゃんがちょっとごまかしてきた。ちょっと待って、いくよ。それほどかな、いくよ。ここにいると、えっ
今回のだよね。何かが違う食卓だよね。もうコナンみたいなこと言い出したけど。え、マジか。いや、これは嬉しいのか、俺は。いや、嬉しいんだよ。あの、キャラ。真冬ちゃん嬉しいんだよ、今回の嬉しいんだけど。いや、いや、これ、天井まで行くんだったらコンプできるから嬉しいんだけど。複雑な感情。いや、でも嬉しいわ、これは、普通に。いや、まさかのね、あの、最後にがエナナンになるとは思わなかったわ。うん。最後にエナナンだとは思わなかった。すり抜け率がやばかったね。すり抜け率やばかったね、ほんと。いきますよ。なんか声やばいけど。声めっちゃ枯れてるけど、俺。はい、もうとりあえず、ミッツちゃん見ていきましょう。足場がね、あの、虹色だったら、虹色に輝いたら、あれなんだけど、星音が確定するんだけど、特にないので飛ばしていきましょう。はい、ありがとうございます。いや、まあね、まあ結構引いた方だと思うのよ。だって天井まで引いたから。でもやっぱり前回がやばすぎて運が吸い取られましたね。エナナに対してのね、エナナに対しての運は吸い取られましたね。だから普通に運で見たらめちゃめちゃすごいと思うのよ、これ。星音がめちゃめちゃ出てるから。え、これピックアップさ、確定まで引いた方がいいのかな。そうする？そうする？でも天井来るんだよな。どうするべきだと思う？みんなは。俺はよくわかんない。お願い。手前で来てもいいんだよ。はい。エナナが来る？まあ、こういう時もありますよ。こういう時もありますよ。ミクちゃんね。ミクちゃんもね、俺のミクちゃんね、調子悪い時もありますよ。もう、俺の喉も調子悪いから、ミクちゃんも調子悪いんだと思います。おそらくね、そういうことだと思うのよ。はい、ありがとうございます。なんか、もうこれでね、引いてもね、あ、待って、これさ、あれじゃない？最後、ピックアップ確定だから、いや、自力でエナナ引きたい、最後は。最後は俺の力でエナナ引く。お願い。お願い。俺、すべての運を、ここに。せーの。はい、エナナ！いきますよ。いや、まだわかんないから。ね、まだわかんない。いや、これピックアップだ。これピックアップ確定。いくよ。一発目で、これがエナナ。望月さん、違うじゃーん。対戦ありがとうございました。あ、2手目エナナだったんだ。嬉しいな。あ、ピックアップ確定、ボーナスって書いてあるわ。いや、ここのボーナスがエナナンだったら最高だったけど。はい、今回はですね、なんと、エナナンはコズということで、交換していきましょうか。え、これ交換できるよね？え、俺、チケット足んないとかないよね？これは、あ、待って、やばいかもしんない、これ。え？あ、これやばいわ。え？俺ガチャシール足んないわ。え、どうしよう。え？え、これ今6枚でしょ？え、6枚でしょ？あと40連しろってこと？ 3,4,12 だから、もう引こう。いや、まあこれは40連引こう。待って、来る？ここでエナナンが奇跡的に来る？お願い、ミクちゃん、これマジでさ、俺さ、結構頑張ってんのよ。かなり奮発してるからお願い。ミクちゃん？信じてるよ。シンジ君だけに。いや、関係ないって。別のキャラ出さないで。いくよ。ワン、ツー。みずきちゃんね。ありがとう。メイクさん。メイコさんもね、このイラストのメイコさんね、特に結構好きですね、俺的には。星4もいると思うんだけど、星2のあのメイコさん結構好きなんだよね。なんかメイコ言ってたのになんで3付けになったんだろう、俺。まあいいや、とりあえず。とりあえず行きまして、フェニランナイトデート、どういうこと？フェニランナイトデートってどういうこと？あ、めっちゃスタンダードな真冬ちゃん来たわ、ここで。え、来る？マジで。お願い。エナナン、本当にお願い。本当にお願い。本当に。いちかちゃんね。来るよ。え、違うね。違うね。うん。演出的に違うわ。でもさ、ここで落ち着いたら俺毎回来ないよね。望月さん。望月さん。望月さんばっかりじゃん。望月さん3人もいるの？ねえ、望月さん3人目だけど。はい、なんと今回ね、かなえちゃんフィーバー来てますね、めちゃめちゃ。
やー、あと30連引いていきましょうか。いやー、まさかガチャチケットないと思わないじゃん。ガチャチケットないとは思わないじゃん。俺もびっくりだよ、それは。ガチャチケットはあると思っちゃったよ。もうあと20連かな。あと20連引いていきます。まあ来ないですよ、来ないですよ。いやーマジかー。まあ正直ちょっとね、期待してたのよ。いや前回やばい引きしたけど、今回も来んじゃねえか思ったけど、やっぱ運は運なんだね。うん、前回あの良すぎて今回悪いかもしんない。本当に悪くはないな。ただヘナナが引けてないだけだから、運はいい方なのかもしんないけど、まあ俺の狙いっていう面で見ると、まあ運はないのかなとは思うけど、ないのかなとは。あーマジかー。これでいけるよね。これさすがにいけるよね。これでガチャシールを4枚ゲットするといけるよね。失敗しないで、マジで失敗を期待しないで、みんなは。俺がここで失敗するのを期待しないでね。でここでよし、よかったよかった。交換できるからよかった。俺だけ交換できないと思ってたから。交換できてよかった。いきますよ、エナナン。いきます、交換します。合ってるよね、エナナンで。大丈夫ね、描きたくなった表情、エナナン。シノノミエナ、はい。え、通信長くね。いやー、マジこれ見たかったな。自分の引きで見たかった、これは。いやー、美しすぎる。イラストもそうだし、交換完了ということで。いやこれさ、俺の元に来たくなくなった表情、東雲エナに変えて。